まあ大人になってからですね、まあ、幼稚園とか小学校で幼児を相手に教えたりですね私も孫がいますから孫に一つ一つ、えー、あいうえをとか教えるのはですねこれはもう全然嫌じゃなくてむしろ楽しいんですが大人に向かってですねこの人はなんか少し <laughs> あの幼児化してんじゃないのと思いながら教えるほど嫌なことってないんですよね。 今度の,あのプラスチックストローの問題が出てきた時には本当にこうこ感じでした、えー、まあそれがですねまあその、えー、社会のいろんな人が、まあ「あんな話は馬鹿らしい話だよ」って言ってある程度否定されているのがですねテレビなんかでコメントを求められるならまだいいんですけど <laughs> まあまあの頭脳の人がですね イギリスでプラスチックストローの排斥運動が始まってるんだけども先生どう思いますかなんて言われるとですねちょっとあのえ人間はいつか死ぬんですかとかですねえまああの馬は足が4つなんですかなんて聞かれるような感じでちょっと気持ち悪いっていう感じがするんですねまあしかしそうも言ってられないのでここで簡単にえーサーベイをしますとプラスチックでは大体年間4億トンぐらいまああの生産しておりまして まあそのうち大体800万トンぐらいがですね、えーまあ、あの海に流れて出てるだろうとこう言われてるわけですね海に捨てるっていうのはあの中国とかですね、まあ、低海発国とか、まあ、そういうところが多くて、まあ、日本のようにですね、まあ、ちゃんとした先進国はもちろん海に流すのは例えばまあ仮にこう海岸でプラスチックのコップでビール飲んでたらあっつって風で流れちゃったとかっていうのはあるんですけど ま組織的に流すような犯罪というのはほとんどないんですね。ですからま日本の近海に流れてくるようなあのプラスチックっていうのはほとんどが中国す中国で流したものです。それがあの海流に乗ってま日本に漂着するわけですね。しかし、それがまた混乱の原因になるのは日本の環境省がことごとくにですね、日本近海のプラスチックの汚染物質が一番多いなんて海洋汚染物質が多いなんて。 その中国からって一切言わないんですよこれはですね、えー、中国の避難をすると面倒くさいからというのが一つあるんですけどもっとですね補助金出したいんですよ。で日本が悪くなくて補助金出すっていうことないのであたかも日本近海にプラスチックのゴミが多いなんつって、えー、煽ってですねまた天下り先を確 <laughs> 保しようなんて思ってるもんですからややこしくなるわけですね。まあ、その800万トンがももししですよもし、えー、分解されずに 海に残るとすると毎年毎年800万トンぐらい流してるもんですからもう今やですね、えー、計算してみますと、えー、海岸はは、ね、プラスチックだらけにななってるはずなんですよしかしなぜプラスチックだらけになってないかって非常に簡単に言えばですね生物の死骸から人間が作ったプラスチックなんていうのはですね大体は生物の体に似てるんですよ。 簡単に言えば炭素炭素結合 CC ボンドなんですね。で CC ボンド炭素炭素結合っていうものそのものが生物の体でありエネルギー源なんですね。これはもうずっと前から嘘ついてんですよ低炭素社会。低炭素社会ってなんか炭素が悪いように言ったらその低炭素社会って言ってる人の体は全部炭素でできてるんですからそれから電気も炭素で作るわけですね。ですから 炭素こそが、えー、生物の主たる活動のもとになっておりますしその炭素っていうのも CO2 温暖化ガスからですね酸素を切り離して、まあ、還元してというんですけどもそれで CC ボンド、えー、炭素炭素結合を作るのが生物の仕事なんですよこれが例えばお米ですねあれお米って稲が何してるかっていうと空気中から CO2 を吸って酸素を出して 炭素炭素の結合物を作ったやつがあれお米なんですね <laughs> ですから人間に言ったあの生物にとっては炭素炭素結合ほど大切なものはないんですただ同じ炭素炭素結合でもですね分解しにくいものがあるんです例えば牛が食べる牧草ですねあれは牛は食べられるんですけど人間は食べられないんですね人間は牛に牧草を食べてもらってそれでその牛の肉を食べるっていうまあそんなこともあるんですよ まあ人間は稲米粒は食べられるんですけども、えー、あの雑草は食べられないんですよ。雑草はですねいくらそこら辺に生えてても人間は飢え死んじゃうんですね。お米があれば飢え死なないんです。つまりですね生物っていうのはそれぞれの分解ルートを持ってて、それで人間が分解できないものもあるんで、なんか特定の <laughs> 写真かなんか持ち出したらですねダメなんです。なんかカメの目かなんかにストローが突き刺さってる。 写真かなんかで煽ってるらしいんですけどもこれは多分ね創造物ですあのちょうどあのなんか中東戦争の時ですねわざわざ海鳥に重油をかけてカメラマンがそれで撮影して真っ黒になった海鳥をで世界中がセンセーションになったことありますねあれやらせですねそれから環境ホルモンの時にオスがメスになるってうのあれもやらせですね、えー、それからあのこれは朝日新聞なんか NHK だか えー、カメラマンが潜ってサンゴを削って、そしてその写真を出してサンゴ礁がダメになっているとあれもやらせですね。も、ま、う、あ、ほとんどこういうものやらせなんですよ。やらせに引っかかる方も引っかかる方ですよね。まああの中東戦争で銃油で引っかかり、えー、今度はカメで引っかかってるんですけど、その毎回毎回サンゴで引っかかりね、オスとメスの転換で引っかかりも。 なんかちょっとした1枚か2枚のその写真で全ての知識を放り出しちゃうっていうのがこれはまあ子供しっていう感じですねでですからあのプラスチックを海に流した場合ですね分解はちょっと時間がかかるかもしれないちょっとつまり1か月ぐらいかかるかもしれないだからまあちょっとプカプカと浮いているプラスチックも海洋の上に見えるんですけどそれはやがて。 まあ海洋の微生物を中心として分解してしまってそれで CC 結合非常に CC ボンド重要ですからねだから生物にとって大切ですからまあ宝物みたいなもんですからまあ人間でもそうですよそこら辺に金貨なんかが転がってるやつですね <laughs> そのうちなくなっちゃうってわけですよそれと同じことが行われているわけですおまけにプラスチックストローがものすごく量が少ないってことは誰も知ってますよねだからプラスチックが800万とったってですねプラスチックストローの量なんていうのは プラスチックストローで海に流れてる量なんですがほとんどないですよ。ただ、この人の心をくすぐる、特にあのこれはイギリスなんですが、アングロサクソン、ノルマン、ゲルマンですね。まあヒットラーとか、ノルマンの人たち、えー、っと、タバコの金、金タバコを、禁煙をやったのはノル,ノルマンとアングロサクソンとゲルマンなんですよ。いつもここなんですよ。ここが、 もう世界中を侵略したり、人を叩き殺したりするのにもかかわらず、なんか私たちはいい人だよっていうことを言うために、時々こういうことをやるんですよ。で、これにですね、日本人が繰り返し繰り返し引っかかるというのがおかしいんですね。いやもう日本人が繰り返し引っかかるのは他にもあるんですね。例えば、朝鮮とか中国ですよ。朝鮮とか中国にね、なんかいいことしてあげるんですよ。こんなにいいことしてあげたんだから、 中国朝鮮は日本をよく思ってくれるだろうってうそんなことないんですよ。もう繰り返し繰り返し僕何十年そんなこと言ってんだってわけですね。日本が何かしてあげれば相手はこうしてくれるなんてことはない民族これが朝鮮と朝鮮人と中国人なんですよ。悪いとかいいいとかっててう問題じゃなくてもうそういうい民族なんですよそれと同じようにアングロサクソンノルマン・ケルマンっていうのは嘘をついて裏で悪徳をやってんだけど表でかっこいいこと言うっていうのが。 アンン、グロサクソンノルマンゲルママゲなんですよだからタバコの本数が減ったら数人も減り本数も減ったら肺が,んも肺がんが増えるということになってもどうしても我々はですねそのイギリス人が言ってるじゃないかドイツがリサイクルしてるじゃないかっていうんでですね引っかかるんですねでもだから日本人というのはあまりにお人よしある時に虎ノ門ニュースでどなたか言ってましたけども。 これだけ騙しても日本人はまだ騙せるって中国人が言ってるって本当そうなんですよまあ余裕があるのか幼児化してるのかっていうのが今度のプラスチックストローの事件の問題でいたい紙のストロー紙のストローにねあの環境省やっぱ補助金出すんですよちゃんともう紙のストロー推進なんとかって作ってそこに天下りするんですよねまあ2人ぐらい喜んでるでしょうねで我々の税金が使われると まあそういうふうになる、まあこれは仕方ないっちゃ仕方ないでしょうね。やっぱりもう少し僕は環境を守るのに真面目な態度でいきたいと思います。